雨の水中主の神。日本神話の天地開闢にて最初に登場する神です。八百万の神々の中でも最高神と言われる一方で、あまり馴染みのない謎めいた神様でもあります。皆さんこんにちは、ゆうきやの動画へようこそ。今回の動画は新シリーズ古事記の神々として、古事記冒頭に登場する謎多き神、雨の水中主の神をご紹介していきます。このシリーズは日本史ダイジェストシリーズ、日本史深掘りシリーズに続くシリーズ第3弾として、古事記に登場する神々を紹介していけたらと思っています。前置きが長くなりました。それでは栄えある人柱目の神様をご紹介させていただきます。雨の水中主の神は古事記の冒頭に登場する神様です。冒頭も冒頭、何もない世界に天と地が初めて現れた時に、高天原から初めて姿を現したのが雨の水中主の神です。続いて高むすひの神、神むすひの神の二柱が姿を現し、そしていつの間にか姿を隠してしまったそうです。雨の水中主の神の登場シーンはこれだけです。この御柱は造化三神と呼ばれていて、天地創造以前の神々として別格に扱われています。日本列島自体や八百万の神々を生むイザナギの御事とイザナミの御事以前の神様で、言ってみれば神様の神様といったポジションでしょうか。ともあれ、雨の水中主の神はこのワンシーンだけしか登場しないミステリアスな神様です。道家三神の他の二柱はその後も何度か登場するのですが、雨の水中主の神だけは以降全く登場しないのです。そうしたことから、雨の水中主の神は古事記編纂時に創作された空想上の神様で、実際に信仰の対象であったわけではないとも言われています。その証拠に、古代に雨の水中主の神を祀っていたと思われる古社の存在が確認できず、平安時代の神社の一覧書、延喜式神明帳にさえ存在しないのです。その後に中国から伝わった道教の影響を受けて、北進信仰と集合し、妙見菩薩と同一の神格として信仰されるようになり、全国の妙見社や北進社で祭神として祀られてゆきます。本当に雨の水中主の神は創作された神様なのでしょうか。実はそうではないという説もいくつかありますので、ご紹介します。 1. 崇高な神様すぎて信仰が失われてしまった説。世界中の神様にも雨の水中主の神のような天地創造以前から存在する絶対神が多く存在します。そうした神は先ほども申し上げたように神の神なので、とても崇高で、一般の人間がむやみに信仰すべきではないとされ、シャーマンのような特別なものしか祀ってはいけないとされる場合があるといいます。そのため信仰は人々に浸透せず形骸化してしまうのです。そして偉大で崇高な神様がいらっしゃるというお名前だけが残っていくのです。 2. 日本神話における無為の神説。日本神話には3人組の神様のうち2柱が活躍し、1柱が何もしないパターンがいくつか存在します。例えば天照大御神、つくよみの御事、スサノオの御事のつくよみの御事、ホデリ海幸彦、ホスセリ、ホーリ山幸彦のホスセリなどです。このアシンメトリーな幾何学的構造は何を意味するのかは別の機会に深掘りしたいテーマですが、とにかく古代日本にはこのパターンが多く存在します。そして雨の水中主の神も三柱の中の無為の神なのではないかというのがこの説です。このように雨の水中主の神が古
古事記編纂時に創作された神ではない根拠もいくつかあります。何しろ神羅万象を司る始まりの神様なので、庶民の信仰の対象としては抽象的かつ概念的な神様だったのでしょう。そんな雨の皆かぬしの神ですが、前述した通り北神信仰と結びついて人々の信仰の対象となってゆきます。北神信仰とは、北極星または北斗七星を神格化した妙見菩薩を祀る信仰です。インド発祥の菩薩信仰が中国で同教の北神信仰と混ざり合い、天皇大帝と呼ばれる北極星の神が菩薩となり、妙見菩薩となったのです。この妙見菩薩は7世紀頃に高句麗や百済出身の渡来人によって日本にもたらされ、朝廷政策の一つである渡来人の東国移住政策とともに主に東日本に根付いていきました。妙見菩薩は軍神でもあったため、中世では武家の守り神とされ、坂東武者をはじめ多くの武士たちからの信仰を集めたそうです。長く信仰された妙見菩薩も明治維新の際の神仏分離令によって菩薩を名乗れなくなり、同じ天の頂を司る神として雨の皆かぬしの神と集合したのです。全国の妙見者はこの事象以来、現在でも雨の皆かぬしの神を祭神として祀っているのです。豊受家の大御神とは、伊勢神宮外宮である豊受家大神宮の祭神です。伊勢神宮は内宮皇太神宮と外宮豊受家大神宮の2つの正宮があり、内宮では天照大御神を、外宮では豊受家の大御神をそれぞれ祀っています。ある夜、雄略天皇の夢枕に天照大御神が立ち、自分一人では安らかに食事をすることができないので、丹波の国にまします豊受家の大御神を呼んでくるようにと伝えました。そして創建されたのが豊受家大神宮なのです。鎌倉時代に豊受家大神宮の神職である渡来家行が内宮より外宮を優位と唱え、豊受家の大御神を天照大御神よりも上位の最高神として、雨の皆かぬしの神と同一の神だと主張しました。しかしながら、豊受家の大御神は古事記ではイザナミの御事の病中に生まれた枠ぶすみの神の子として登場しているので、矛盾してしまうんですよね。ともあれ、伊勢外宮の神職が豊受家の大御神を天照大御神よりも優位に立たせるために、雨の皆かぬしの神と集合させようとしたのでした。神羅万象を司る概念的な存在としての性質が強いように思われる雨の皆かぬしの神ですが、子孫を称する氏族も存在します。ここが面白いところで、そもそも古事記編纂時に創作された神様なのであれば、どうあったって子孫がいるのはおかしいですよね。やはり古代から雨の皆かぬしの神に否定される何らかの信仰があり、モデルとなるような神様が存在していたと考える方が正しいのかもしれません。ちなみに、子孫を称する氏族は伊豆の国の宮津湖の遠親である服部氏です。伊豆の国の宮津湖服部氏の祖が雨の御鉾というお方なのですが、このお方が雨の皆かぬしの神の11世の孫と平安時代の神仙修辞録に記されています。また、伊豆の宿根の系図には、雨の御鉾は中富氏の祖である雨の小屋根の御事の子であると記されていて、そのため、南北朝時代編纂の系図集、孫秘文脈にも中富氏の遠親として記されています。このように、雨の皆かぬしの神の血脈を伝える氏族が存在するわけなのですが、決して多くはありません。そして子孫として記されている氏族も、服部氏は祭儀の織物を職掌としたしなべを統括する氏族であり、中富氏も
祭祀を司る氏族として重きをなしてきたという共通点があります。つまり雨の水中主の神は戦術の生存説1の通り崇高すぎて一般の人々が祀ることをはばかるような神様だったのではないでしょうか。服部氏や中富氏のような祭祀と関係の深い氏族だけが語り継いでいった神様だったのかもしれません。雨の水中主の神。この神様は天地創造以前から存在した神様であり、神羅万象を司る恐れ多い神様として登場しました。そしていつしか天界の極地である北極星の化身妙見菩薩と結びつき、人々に信仰されるようになります。現在は非常に功徳の高い神様として多くの人に尊崇されていて、雨の水中主の神が祀られている場所は強力なパワースポットとして人気を集めています。日本の最高神は武田氏力を振るうことなく、数々の奇跡を知らしめるでもなく、ただあり続けるだけで人々に功徳を与える優しい存在の神様でした。これこそ奇跡の神様だと僕は思います。今回の動画は以上です。新シリーズの古事記の神々第1弾、いかがだったでしょうか。少しでも日本の神話に興味を引いていただけたなら幸いです。今後も少しずつ日本の神様や仏様をご紹介していこうと思っておりますので、応援いただける方には高評価ボタンやチャンネル登録をお願いできると嬉しいです。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。